はい、ということでこちら来ました。北京ちゃんぽん激辛でございます。見てください、これドワーッ、スープ真っ赤っかだね。辛っ。どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ、やってきましょう。はい、ということで本日も激辛無償集合をして激辛レベルアップをしていこうと思います。この企画はですね、私激辛ジョニーが激辛料理を食べて激辛レベルアップしていこうという企画でございます。ということで本日も東京芝公園にあります激辛ストリートに、来ておるんですけども、今回で、5店舗目になるのかな。はい、やってきましたけれども、本日は中華料理になります。本日のお店がこちらです。東海飯店東の海の飯店ということで、実はですね、昨日ちょっと僕来て、あの店長さんとお話ししたら、うちいっぱい辛いのあるよと、激辛所にいっぱい食べてって言われたから僕来た、ここ。早速ね、今日も激辛無償修行頑張っていきたいと思います。行きましょう。この繁華街から少し離れ、静かな街角に佇む東海飯店三田店。東京三田駅から歩いてわずか8分の距離にありながら、その存在感はまさに隠れた宝石といった趣だ。懐かしい雰囲気漂うこの中華料理屋は、昼の定食から広がる多彩なバリエーションで人々を魅了しています。今回我々の前に立ちはだかるのは北京ちゃんぽん激辛だ。目の前に広がるのはキクラゲ、人参、タケノコ、豚肉、白菜など、まさに絶景ともいえる激辛冒険ラーメンだ。普通盛りですら他店の大盛りを超え、食欲と舌を刺激する大胆な挑戦がここに始まります。君うまそうなの頼んだね。何これ。僕のは、麻婆定食。ジョリさんの大盛りということ聞いたので。美味しそうだね。普通の通常の、うわ、バンバンジー、うわ、バンバンジー美味しそう。はい、ということでこちら来ました。北京ちゃんぽん激辛でございます。見てください、これドワー、うわ、スープ真っ赤っかだね。すごい美味しそうですね。一口だけちょっとさ、スープ飲んでみて。ちょっといただきます。唐辛子がもうすでに入ってますけど、はい、そう、修行なんで激辛麻婆茄子も来るんでね、頑張って食べていきたいと思います。15分以内に。いただきます。さあ激辛ちゃんぽんいきます。じゃあスープね、いただきます。どんどんか、麺多いね、ボリュームすごいね。激辛、激辛麻婆茄子、あれ、わあ、うん、うん、あとが味わえてくるね。うん、野菜たっぷりでちょっと海鮮系の味がしますね。うん、うん、あ、こっちの方が辛いかも。うん、辛っ。うん、唐辛子だ。うん、うん、辛いですね、この麻婆茄子。うん、麺が2枚ぐらい入ってるんじゃないでしょうか。あっ、ちょっ、はは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 ただ辛そうですね、こちらも。これが激辛ストリート、楽しんで食べてますね。時間がありますね。残り10分です、ジョニーさん。残り10分。うん、ケースじゃないですか。汗かいてきた。すごい汗だ。顔中からいい汗ですね。うん、あ、
じわじわと来てますね、サラサラ汗が物語ってますね。ただいま30秒経過、ちょうど折り返し地点です。ラーメンの方は半分になくなって、麻婆はもう半分じゃなくなってますね。弟の方もお願いします。無理だよ、辛味成分沈殿してますから。おー、なるほど、ここに辛味成分がいっぱい詰まってます。うん、すごい。残り6分ですね。あ、マジで熱い、やばい。ラスト5分、頑張ってください。お、残り4分です。絡めそう。さあ、麻婆いったー。おめでとうございます。ラスト。ちょっと飲み干せるか。しゃっくりだ。飲み干せるか。いったー。完食です。すいません。今日も本当に食べきりました。ラスト53秒だとしてですね、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした、ジョニーさん。いえ、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あー、寿司美味しかったですか。美味しかったし、辛かったし、いい汗かいたし、激辛武者修行まだまだやっていきますんで、ぜひ次回もお楽しみに。それではまたお会いしましょう。またね、バイバイ。